始まるよ。こんにちは、ティーザックメイドです。今日は簡単な麦わら帽子の刺繍をしていきます。使うものは刺繍糸とチャコペン。ダイソーのこのチャコペンはお気に入りです。ハサミと刺繍針、枠に布を貼ったものをご用意ください。今回は誰でも簡単にフリーハンドで描ける図案になっています。ぜひ動画を見ながら真似して描いてみてください。まず横に長い線を引きます。その上に帽子になるように形を作っていきます。私はフリーハンドで描いていますが、几帳面な方は定規を使って描くといいと思います。曲がってしまっているところは刺繍しながら修正していこうと思います。線が縦になるように持ち替え、25番刺繍糸2本取りでチェーンステッチをしていきます。チェーンステッチもいろんな刺繍の方法がありますが、私はいつもこの方法でやっています。チェーンステッチは鎖のように円が連なってできるステッチです。針を出す幅を均一にすること、糸を引く強さを均一にすること、そちらを意識しながら刺繍をしていくと綺麗なチェーンステッチが出来上がります。チェーンステッチの最後の刺し終わりですが、一番端まで来たらその横に針を刺して刺し終わりをします。次は帽子のリボン部分の刺繍をしていきます。糸を変える時にこのズボラな方法をするのがおすすめです。糸が遊ばなくてとても刺繍がしやすいです。生地に穴が開いてしまうのが気になるという方は、先ほどの刺し終わりの時点で玉留めをして糸を切ってください。帽子のリボン部分はサテンステッチを斜めに入れていきます。先にガイド線を描いて、ガイド線から刺繍をしていきます。ガイド線を先に刺してから面を埋めることによって、斜めのサテンステッチが簡単に出来上がります。サテンステッチは隙間が空いてしまうと見栄えが良くないので、面をきちんと埋めるように刺し進めてください。刺した後に隙間が気になる場合は、戻って隙間を埋めて刺しても大丈夫です。多少の片付きが出ても大丈夫です。手刺繍なので、それも味の一つになります。リボン部分の刺繍糸は、
裏に糸を絡めて処理をしていきます。先ほど留めておいた刺繍糸を使って麦わら帽子の上部分の刺繍をしていきます。裏の刺繍部分に糸を絡めて帽子上部分のチェーンステッチをしていきます。端の方までステッチが終わったら、小さなステッチを入れて刺し終わりをし、上の段へ進みます。ここからは同じ工程が続きますので、早送りをして進めています。バランスを見ながら麦わら帽子の形になるように調整してください。帽子の一番上までチェーンステッチが終わったら、裏の糸に絡めて刺繍を終わらせます。刺繍が終わったら図案を消しペンで消していきます。ダイソーのチャコペンと消しペンのセットは簡単に図案も消せて後残りもしないのでおすすめです。ここからはちょっと遊んでみたいと思います。メガネをかけた顔を描いてダンディーにしてみようと思います。顔はバックステッチで仕上げてみました。なかなか可愛くできました。せっかくなのでダイソーのリボンを使っておめかししてみようと思います。小さなリボンを作ってみました。リボンを帽子の横につけたり、上につけたり、首元につけたり、つける位置によって見え方が変わって面白いです。こちらは私がいつも使っているビーズたちになります。お花のシェコビーズがあったので、そちらを帽子につけても可愛かったです。こちらのクマちゃんとウサギさんは実際に私が販売で作った作品になります。麦わら帽子にお花のビーズをつけました。ぜひ皆さんもアレンジを楽しんでみてください。
ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。